防衛装備庁は、海上自衛隊の藻が身型護衛艦、FFM の後継となる新型 FFM に関する企画提案を、三菱重工業とジャパンマリンユナイテッド、略称、JMU の2社と、それぞれ契約を交わしていた。来年度以降に建造契約を締結する新型 FFM の企画提案で、この2社のうちの1社から建造者を決定することになっていたわけだが、いよいよ JMU で始動することになったことを、今回は深掘りしています。AI 搭載と無人機化で少人数化を実現するのか、楽しみだね。防衛装備庁の発表によると、決定前の企画提案は随意契約となっており、契約額は、三菱重工業が1540万円、ジャパンマリンユナイテッドが1496万円となっていて、契約日は、共に、今年3月31日であった。両社から、企画提案への応募があり、防衛装備庁は、建造体制のドッククリア、保有工数のほか、建造技術、品質管理といった建造能力を審査した結果、両社が、新型 FFM の建造能力を有していることを認めていた。また、この公募に先立って実施した業態調査においても、新型 FFM と類似の機能や性能を持つ同規模の艦船の建造実績を有するのは2社だけであり、新型 FFM 建造に必要な技術と設備を有する、あるいは、その見込みがある企業も両社以外に認められなかったと説明している。ちなみに、FFM とは、フリゲートを表す FF に、機雷のマインや多用途性を表すマルチパーパスを意味する M を加えた記号のようなもので、海上自衛隊独自の艦種になる。いわゆる護衛艦としてだけでなく、従来掃海艦艇だけが持っていた機雷処理能力も付与されているのが特徴だと覚えておくといいだろう。また、これまでの護衛艦と比較しても、船体のコンパクト化や調達コストの抑制、消費とかにも配慮した設計になっているのも、海上自衛隊の現状を捉えた改善点と言える。藻が身型は、平時の監視警戒といった従来の護衛艦任務に加え、有事には、対潜水艦船、対空船、対水上船などにも、対処可能な新艦種の多機能護衛艦、まさに、今の時代にも合致している多様性、マルチパーパスなのだ。海自護衛艦として、初の対機雷戦能力を有する藻が身型は、年2隻というハイペースで建造が進められ、当初は計22隻が建造される計画であった。しかし、藻が身型は、令和5年度計画艦までの計12隻で建造を終えていたので、残りの10隻はどこに行ったのかと疑問視されていた。そこで、2022年12月に閣議決定された防衛力整備計画に基づき、令和6年度計画艦からは、藻が身型に代わる新型 FFM の計10隻が建造される運びになったわけだ。新型 FFM の計画は今年に入り、さらに動きが加速し、防衛装備庁は1月25日、新型 FFM に係る企画提案契約の参加希望者募集要領を公示した。これに基づき、海上自衛隊は、同月31日、建造業者向けに、令和6年度以降に建造契約を締結することをイメージした新型 FFM の企画提案要求書についての説明会を実施した。この企画提案要求書に関する製造業者からの意見の提出期限は2月9日となっていたことから、契約応募、いわゆる入札の締め切りは1月27日であった。この説明会にも入札にも参加したのは、現在もが身型を製造している三菱重工業とジャパンマリンユナイテッドの2社のみだった。そして、この2社から防衛省に対する新型 FFM の企画提案書の提出締め切り期限は8月31日となっていた。その6日前の8月25日に防衛装備庁より令和6年度計画より始まる新たな海上自衛隊向けの機雷相当、機雷敷設も行える多機能な護衛艦の新型 FFM 契約企業が発表された。主契約者は三菱重工、下請負い者はジャパンマリンユナイテッドという結局は2社合同のような形となったのだ。
補足しておくと、現行 FFM とは、モッが2型護衛艦を指しているので、これから、その言葉が出てきたら、そのように理解してね。2019年から建造開始されている現行 FFM は、12隻の建造をもって終わる予定なので、それから改良して大型化された新型 FFM の建造へと移行する流れである。なお、現行 FFM のモッガ2型護衛艦の主契約者は三菱重工と、下請け負い者は、現在三菱重工に買収された三井造船であった。新型 FFM にかかる調達の相手方の決定について、防衛省から発表があった。防衛装備庁資料によると、新型 FFM 護衛艦、三菱重工業の提案概要が、2023年年8月25日に公開されており、新型 FFM と現行 FFM を比較されるような形で示されていた。先に言う数字が新型 FFM で、後に言う数字が現行 FFM だよ。基準排水量は約4880トン、3900トン、全長は約142メートル、133メートル、最大幅は約17メートル、16メートル、最大速力は30ノット以上。これは、同じ、機関形式のコダグの形式も同じ。コダグというのは、ディーゼル重機 DE とガスタービン重機 GT の混載形式のことを示している。要するに、燃費の良いディーゼルで巡航し、高速航行時にガスタービンを併用するということだ。新型 FFM は、現行 FFM と基本構成は、同じで船体が大型化しているといったイメージだ。三菱重工の提案内容を確認すると、細部の構造も変化しており、改良されている様子が伺える。外観の大きな変更箇所で重要そうなのは次の通りとなっている。レーダーの取り付け角度が、左右方向に対して45度変更、艦橋の窓の周囲に人が出られる通路らしき構造を、設置というのが、現行 FFM の公開資料から読み取った。防衛装備庁資料の三菱重工業の FFM 提案概要によると、新型 FFM と現行 FFM で、レーダーとブリッジの違いについて説明があった。現行 FFM のレーダーは、フェイズドアレイ方式のパネルを4面に設置する方式となっているが、新型 FFM では、取り付け角度が、左右方向で45度変更されている。さらに、各面のパネルが1枚増えているが、どのような機能なのかは未発表ということだ。おそらくは、艦対空ミサイル誘導用レーダー、あるいは低空間警戒用レーダーではないかと見られている。艦橋の窓周囲の構造は、乗組員が外部を直接監視したり、操船したりするためのワッチ用であるかもしれません。ステルス形状の徹底加減とは逆行しますが、出入口などでは直接視認できないと不便なので、見えやすい場所を確保したかったのだろう。ただし、提案なので、概要図の通りに完成するとは限らないし、海賊の銃撃対策の装甲版の表現している可能性もあるので、断言はできない。さらに、三菱重工の提案概要の図を見てみると、現行 FFM と新型 FFM で、船体のビルジキールとフィンスタビライザーの部分に違いがあるように見えるのだが、実は、現行 FFM の図では描くのを省略されているだけで、実物の現行 FFM には装着されていることが、建造中の様子から確認ができていて、この部分の構造は、現行 FFM と新型 FFM は同様であると考えられる。海上自衛隊は、日本を取り巻く環境から増加する任務所要に対応するため、防衛大綱で定めた護衛艦54隻体制の実現に向けて進めており、54隻のうち22隻は、平素からの警戒監視、有事における各種戦闘に加えて、従来は、掃海艦艇が担っていた機雷の処理も可能であることなど、多様性に富む任務への対応能力を向上させた新型護衛艦 FFM を整備している。そこで、2021年3月に進水した護衛艦、モッガミは、この新型護衛艦 FFM の一番艦であるが、当艦は、従来の汎用護衛艦の定員が約200人であるのに対して、船体のコンパクト化などにより、定員が約90人へと少人数化できるほか、複
複数クルーでの交代制勤務、ワッチの導入により、稼働日数の増加を図り、国の安全を守るために日々奮闘しているのだ。海上自衛隊としては、今般浸水した護衛艦、モッガミの収益に向けた準備を含め、護衛艦50要石体制の実現に向けて取り組んでいるため、今後も、日本の領海に侵入する外敵を含めて注目して見ていきたい。